皆さんこんにちは、サムです。今日は iPad の勉強法を紹介したいと思います。で、最初に私の持っている iPad についてなんですけど、2018年に購入した、無印の iPad の 64GB です。で、私は MacBook は Pro を持っているので、iPad はもう最低限の機能だけを求めて無印の一番安いやつを購入しました。 Wi-Fi モデルなので価格も一番低いものになります。で、私の iPad の主な活用法は、今ここにいろいろアプリ出てるんですけど、こんな感じでノートを取ったりとか、あとこの GoodNotes アプリの隣にある Adobe スキャンを使って教科書を PDF 化して iPad に全て保存しています。なので教科書を見るのにも使っています。あとこれは医療系の学生さんがよく使うもので、普通の理工学部の方とか文系の学部の方は全然わからないと思うんですけど、このメディリンクっていうアプリサイトがあって、ここは開くとわかるんですけど、こういう感じで医療系 の、 参考書を電子書籍で購入できて、それを見れるアプリになります。なので医学部とか看護学部の学生さんは多分病気が見えるっていう本を主に買うのかなと思うんですけど、私は薬学部なので薬が見えるを電子書籍の方で買って iPad で閲覧しています。それから一番左にあるのは、なんかこれ最初入学した時に入れてみたんですけど結局使ってないんですが、これはまあ理系っぽい感じですかね。 VC のモデルを 3D で見れるアプリとして使ったりとか、あと Kindle、 私はアンリミテッドに入会しているので、すごくこれは学生さんにもおすすめなものになります。なんでかっていうと、 Kindle アンリミテッドは月額料金払えば本が読み放題なんですね。まあ指定されてるものだけになるんですけど、結構な数読むことができます。で、このライブラリからってところにあるんですけど、これ今私が保存しているものなんですけど、ここ見ていただければ分かるように、結構参考書、学習に使える参考書も結構揃ってるんですよね。で、私は先月 TOEIC 受けたんですけど、その時の勉強もこの Kindle の Unlimited だけで済みました。特に新しく参考書を買ったりすることなく、ここにあるやつだけで勉強することができました。あとここにある免疫学の基本がわかる辞典とか、こういう本もあるし、あと普通にこんな感じでうまくいっている人の考え方、1日1ページ読むだけで身につく世界の教養365とか言って普通の本も読むことができます。 Kindle は基本 iPad で読んでますね。 iPhone も持ってるんですけど、まあ iPad で見た方が字が大きくてこうやっぱり参考書感が出たりするので、そうですね、 Kindle は iPad で使ってます。あと、ノートアプリはさっき言ったように GoodNotes を使ってます。あと、下にあるのは、一番左のが Adobe スキャンで、書類とかを PDF 化するアプリになります。無料で使えるので、学生さんとかは一番これがおすすめかなって思います。ページ制限とかもあるんですけど、基本この Adobe スキャンで PDF 化した後は、GoodNotes の方にその PDF ファイルを移行してしまうので、文字の認識とかっていうのは、Adobe スキャンは無料版だと制限がかかってしまうんですけど、ただその PDF ファイルを GoodNotes に移してしまえば、今度 GoodNotes の機能の方で文字の認識をしてくれるので、キーワード検索とかもかけられます。なので、全然 Adobe スキャンの無料版で事足りるかなって思います。で、この一番右にあるやつは、フメモっていうものなんですけど、これはシールとかをプリントするアプリになります。これはまた別の動画で紹介しているので、よかったら見てみてください。あと今日は主に GoodNotes の使い方
を紹介していこうと思っています。まあ、GoodNotes だけで使うこともあれば他のアプリと連携させて使うこともあるので、とりあえず GoodNotes を中心に置いて話をしていこうかなと思います。で、 iPad は何に使うのかってことなんですけど、一番最初に言ったように勉強メインで使ってるんですけど、こんな感じで楽天マガジン、これも月額制で私は入ってるんですけど、電子雑誌ですね、そういうのを読んだりとか、プライムビデオ、これも私は Amazon プライム入会してるので映画とかも見ます。あと TVer ですね、お家にテレビがないのでテレビ見るときはこの TVer を使ってます。あと YouTube、Spotify、 これ音楽聴くやつですねとか、あとここは英語のものになるんですけど、TED、そうですね、これは受験期の時からずっと見てます。いろんな方のスピーチ、英語のスピーチが見れるものになります。YouTube でも見れるんですけど、TED の方が使いやすいですね。あとは、このオーディオブックとかアルコっていうのは、私が買ってる電子書籍とか普通の書籍でそうなんですけど、英語の参考書の音声をダウンロードするアプリになります。そのぐらいかな。あと、ここには、一応こんな感じでパワポとかエクセルとか入ってるんですけど、ちょっと iPad だと使いづらいので、結局なんか入れてるだけで使ってはないです、ぐらいかな。あとここはまあ最初から入ってる初期のアプリと、あと一時期動画編集を iPad でやってたので、その時のが残ってます。で、ここはまあ SNS ですね、たまに iPad で使ったりするので、こんな感じで一応入れてます。そんなもんかなって思います。で、あと一つ言い忘れてたんですけど、この私が書類とか参考書 PDF 化するときにこの Adobe スキャン使ってるって言ったんですけど、Adobe スキャンで書類スキャンするときは絶対に iPhone とか携帯でやることをお勧めします。なんでかっていうと、こう iPad Pro とか Air とかなら大丈夫かもしれないんですけど、無印だとすごく画質が悪くて、あとこう撮るのにもこう iPad 本体が大きくてなかなか撮りづらかったりするので、私はいつもこの Adobe スキャンは iPhone の方にも入れていて、 iPhone の方でスキャンして保存すると、アカウント連携しておけば iPad にもそのデータが保存されるようになっているので、そこから GoodNotes に移すような形にしています。これはそうですね、私は最初あんまり気づかなかった機能なんですけど、 iPhone と iPad うまく使い分けるとより綺麗な書類に仕上がるなと思ったので、ここでシェアしておきます。では GoodNotes の方を見ていきましょう。で、そうですね、これは大学生入ってから使い始めたんですけど、結構1年生の途中ぐらいまではもう全然こんな感じでフォルダ何も整理してなくて、もうあっちこっちにいろんな書類飛んでたんですけど、こう何か自分で区切りっていうか、こうセクションを作っておいて必ずフォルダ整理することをお勧めします。もう本当片付けるまで大変でした。で、私は、大学が前期後期の2期生なので、こう学年ごとに1年生の前期後期、2年生前期後期っていう感じで、こんな感じで教科ごとにファイルを分けて作ってます。で、ちょっと中身見せたいんですけど、学校の書類とかいろいろ入ってるので、ちょっと違うところを見せようかなと思います。下の3段が個人的に学校以外のことで使ってるフォルダなんですけど、この真ん中の登録販売者っていうフォルダがあるんですけど、これは去年私が受けた登録販売者試験に使った時のファイルになってます。こんな感じでいろいろ残ってるんですけど、基本GoodNotes 使う時はこの今画面見てもらえればわかるんですけど、横向きにして私は使ってます。縦でもいいんですけど、なんかそうすると書いてる時にこうやっぱり段差が、 iPad と机の段差が気になったりするので、横向きで使うことが多いです。これは個人の、好き嫌いによるかなと思うんですけど、私はもう必ず iPad は横向きで画面もその感じでロックして使ってます。で、
登録販売者っていうのは全国で行われてるんですけど、都道府県ごとに問題が違うので、こんな感じちょっと奇妙な体になってるんですけど、これはこの登録販売者試験の過去問をネットからダウンロードすることが、 PDF としてダウンロードすることができるので、そこから引っ張ってきてこんな感じになっています。で、PDF、ネットにある PDF どうやってダウンロードするのっていうことなんですけど、まず、ホームボタン、iPad の無印はホームボタンあるので、ここを2回クリックしてもらうと、いろんなのがこうやって出てくるんですが、ちょっとわかりやすいように2分割します。これちょっと裏機能みたいな感じなんですけど、画面の下からシュッてやるとアプリが出てきて、このアプリを掴んだまま横に持ってくると、こんな感じで2分割することができます。これ、例えば、さっき紹介したんですけど、ここのメディリンクの参考書を見たいんだけど、ノート、それを見ながらノート書きたいみたいな時に、右側にテキスト、左側にノートっていう感じで表示させることができるのはとても便利です。ここの幅も変えられます。4分の3か2分の1かって感じですかね。今、左側に表示しているのが PDF ファイル、ネットにある PDF ファイルになるんですけど、ここの共有ボタンみたいなのを押すと、こんな感じでいっぱいいろいろ出てきます。で、必ず下の方に GoodNotes で開くっていうのが出てきます。この GoodNotes アプリを使ってないと絶対出てこないんですけど、GoodNotes で開くっていうのを押すと、開きますかって出てくるんで、開くって押すと、今度 GoodNotes アプリの方で操作が始まります。こんな感じで、このファイル名と、読み込む前の確認みたいな感じで出てくるので、ここで新規書類として読み込むとかって押すと、こんな感じで読み込むことができます。こんな感じですね。で、こういう書類はもう、もともと持ってるこのフォルダの間にも差し込むことができるんですね。今ここに、今これが GoodNotes に移したファイルになるんですけど、例えば、こことこのページの間に、今も、同じものなんですけど、この左側の書類を差し込みたいっていう場合には、このページのまんま、ここにやると、このページの後か前かとか、あと最後のページに入れるかとか選択できるので、こんな感じで選択すると、自分が希望した通りの場所にこうやって組み込むこともできます。はい、こんな感じでネットからはダウンロードしてきます。で、あとネットと連携して使える機能としては、もう一個画像を入れたりすることができるんですけど、例えばどうしようかな、じゃあ。ノウ、コウゾウとかって言って調べて、で、画像がいっぱい出てくるんですけど、これを、このグイーンって 3D になったまんま、こっちに、GoodNotes の方に移してくると、こうやってプラス、右上にプラスが表示されるんですけど、ここの状態で指を離すと、こうやって添付することができます。はい。で、これは、実際に紙に糊とかで貼るよりも、この中でも境目が全くわからないんですね。こういうのもすごく使えます。例えばもうこうやってね、脳の構造とかも複雑で、なかなか自分で、私は特に絵心がないので描けないんですけど、そういう時もこうやって、あ、失敗しちゃった。ネットから、あれできないのか。ネットからこうやって拾ってくることも全然できます。これも一つおすすめな機能ですね。で、さっき私は薬が見えるのアプリを持ってるって言ったんですけど、そのアプリも同じようなことができます。まずこんな感じで開いて、で、これもさっきみたいに GoodNotes アプリと2分割状態で表示させます。で、この薬が見えるとか病気が見えるの電子書籍はこんな感じで、本というよりはこう、なんだろう、
下にスクロールして永遠に続いていくものコンテンツみたいな感じなので、これも画像をこうやってやって動かすと同じ風に、さっきの画像みたいに同じ風に貼ることができます。なので私は薬が見えるとか病気が見えるを圧倒的に電子書籍を押してます。そうなんですよ、これがすごくいいところなんですよね。こんな感じでネットとかの連携は便利な機能があります。で、ノートとして私は使ってるって言ったんですけど、具体的にどんな感じで使ってるかっていうと、例えばこれはKindle にあるさっき紹介した免疫学が分かる辞典っていう書籍を見ながら私が取ったノートなんですけど、ペンはこうやって 3色固定して入れておくことができます。こっちを押すと自分で細かく調整することができたり、もうこのカスタムっていうか中から選ぶことができたり、プリセットからも選ぶことができます。で、ここの3色っていうのはもう自分で自由にいつでも変えることができるんですけど、私は最近この3色微妙なんですけど、ブラウンと緑だけどちょっと抹茶みたいな色と、あとフランボワーズみたいなこの色を入れてます。で、最初黒ボールペンみたいな感じで書くときはこのインク黒にしてたんですけど、黒よりも茶色とかの方がなんかこう、なんだろう、電子機器に書いた時の特有の字の汚さみたいなのがちょっと軽減される気がしたので、最近はずっとブラウンを使ってます。こんな感じですね。で、ノート、グッドノーツのノートはいろいろあって、今私が使ってるテンプレート、ここに出てる現在のテンプレートってやつなんですけど、これページの途中でもテンプレート切り替えることができるんですよね。いろいろ選べるんですけど、このサイズも選べます。私はいつももう A4 の縦で固定してるんですけど、iPhone サイズの A7 とかもいろいろありますね。で、色もこんな感じで、ダーク、ホワイト、あとイエローみたいなのもあります。で、ホワイト、あと横向き縦向きとかも変えられます。で、表紙とかもこんな感じで可愛いのがいっぱいあるんですけど、こういうのも選ぶことができます。今回は用紙選ぼうと思うんですが、今、この免疫のノートで使ってるのは、A4 ホワイトの多分罫線の狭い方だと思うんですが、英語正方形とかもあるんですよね。あと3列1列コーネルとか、あとこんな感じで一番下の方には週間スケジュールとかそういうテンプレートもあります。これ向きとか変わると他のテンプレートが出てきたりしますね。さっきなかったんですけど、こんな感じで楽譜とかもあります。で、じゃあ今回は A4 縦で正方形を挿入してみようと思います。そうすると、さっきはこんな感じで罫線だったんですけど、次のページに正方形のページも入れることができます。で、このペンの太さとか、スタイルも変えることができます。これ万年筆とかは筆圧をちゃんと読み取ってくれて、細く、あんまり力入れないで書くとこんな感じで細いし、力入れるとガーってこう太くなったりします。グッドノーツのいいところは、こうペンと実際にこうインクが出る速度が等しいことですね。筆ペンとかもあります。筆圧感度とかも選ぶことができます。あと消しゴムも太さがあったり、蛍光ペンもすごく機能がいいんですけど、私はいつもこのボールペンを使ってるんですけど、これ蛍光ペンね、蛍光ペンもいろいろインクこうやって選ぶことができるんですが、普通に引くだけでこうピッと直線に直してくれるんですよ。こうなんかわざとこうやって曲線っぽく引けば曲線っぽくなるんですけど、こう斜めってもちゃんとピシッて直してくれるんですよね。ほら、こう直るんですよ。
これはすごく気に入ってます。あと、ちゃんと下の文字も透けない、透けるし、重ね書きするとこうインクが二重になったみたいな感じにはなります。すごくおすすめです。あと、この機能を使うと直線をこうやって、蛍光ペンみたいに直線を引くことができます。丸を書くと綺麗な丸が書けますね。これは楕円だ。この機能ちょっとあんま使わないんですけど。あと、ここのやつを選ぶと、例えばちょっと書くとこミスったなって思ったら、こういう感じで自由自在に移動することができますね。あとは画像を入れることもできるし、今すぐ写真を撮ってここに添付することもできるし、テキストを入れることもできます。こんな感じで入れることもできます。で、実際にテキストを入れてみたのはこのノートなんですけど、これは私が本を読んで撮ったノートなんですけど、この本の名前をテキストで入れました。これは多分グレーのインクを使ってるかなって思います。はい、こんな感じですね。あと、どんなノート撮ってるのって言ったら、これはさっきの登録販売者の試験のスケジュールを立てたりとか、あとカレンダーを入れたりとか、これはもう個人的にレシピを入れてるんですけど、そんな感じとか、あとこんな感じで、ここもさっき紹介したようにネットからダウンロードして入れたりとか、そんな感じでございます。はい、ノートのアプリの紹介は以上ですね。ノート、教科書を PDF 化して入れてるって言ったんですけど、このもう一回言うんですけど、Adobe スキャンは無料版で全然足ります。テキスト認識がね、確か25ページまでしかできないんですけど、でも GoodNotes に移しちゃえば、今度 GoodNotes の方でテキスト認識を無限にしてくれるので、そういうとこも心配はいらないかなと思います。はい、こんな感じで私の iPad の使い方は以上になります。もし質問とかあれば、コメントの方にお願いします。また随時、1年ごととかでも、新しく私がこんな使い方始めたよとか紹介していこうと思うので、また次楽しみにしていてください。この動画がいいなと思ったら、いいねと、あと勉強のスタディーウィズミーの配信もよくやっているので、チャンネル登録と通知のオンをぜひしてください。ご視聴いただきありがとうございました。